ごめんなさい、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 と頭を下げるペコペコペンギンを作ります。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。黒と白の折り紙を使います。まず黒い面を上にして全体を三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけます。今度は白い面を上にこのように四角く置いて全体を半分に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、また半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。今度は中心をこのように上に持ち上げて、この横の折り筋をこのように中にへこませ前後を三角に潰します。このような三角形を作ります。今度はこの手前中央を三角形の頂点まで持っていきます。このように広げて中を横にこのように折り、そしてこの角を手前中央に持ってきます。両方の角を手前中央に持ってきます。間は少し空いても大丈夫です。このような家の形に折ります。そしてこの部分、家の頂点を手前に折ります。このように手前に折ります。全体をひっくり返します。こちら側も同じようにこの手前中央を三角形の頂点まで折ります。三角形の頂点に合わせこの中の部分、横にしっかりと折り、2つの角は手前中央に持ってきます。このように手前中央に持ってきて、家のような形を作ります。そして家の頂点を手前に折ります。両方とも両側ともこのような形を作ります。続いてこの右側のこのへこんでいる部分少し広げ、この下にあるこの部分をつまみ上げ、半分からつまみ上げ、このあたりに持ってきます。このように横の角のあたりまで持ってきます。そして潰します。このような形を作ります。
こうすることで、こことここを持って引っ張ると動くようになります。続いて左側はこのへこんでる部分引っ張って解きます。このように大きく解きます。少し角度を変えて、今度はこの角がこのライン上に来るようにこの角を押さえてこのように斜めに折ります。さらにこの端の部分でもう一度折ります。ひっくり返します。こちら側も同様にこの角をこの折り筋に合わせてここをしっかり角を押さえてこのように折ります。さらにこの端の部分でこのように中に折ります。両側ともこのように折ります。続いて全体を少し広げてこの部分を裏返します。だいたいこのここにある折り筋のラインでこのように折ります。ゆったり折ります。そして全体を閉じます。これだとペンギンの頭が大きすぎるので、このように上にずらします。上にずらしてこのようにより、ここを開けます。このような形を作ります。あとはこのようにシールなどで目を貼れば、ペコペコペンギンの完成です。この後ろの角2枚と前にあるこの中にある角をつまんで引っ張れば、ペコ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 っとペンギンがお辞儀をします。ぜひ作ってみてください。ペコ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 。